はい、みんな、トモジです。今から話すことちょっと信じがたいかもしれないけど本当の話だからね。実はね、僕重度の脳出血で右半身が全く動かなくなって口もろくに動かせなくなったんだ。その上、女房はバカな市役所職員と私を騙し離婚届を出した。それでボロいにアパートに一人で住むようになった。家具もなかったので冷蔵庫、タンス、テレビ、ベッドなどはリサイクルショップで買って生活保護を受けた。文字通り四面楚歌の状態だった。でもね、どうにかこうにか奇跡的に回復して今こうしてみんなと話ができるんだよ。今は生活保護をやめて仕事をしている。いつも僕の動画を見てくれているみんな、本当にありがとう。もしこの動画がちょっとでも心に響いたらぜひ高評価をしてほしいな。あとチャンネル登録と通知設定も忘れずによろしくね。今日は僕がどうやって脳出血と戦ってきたか、その話をしようと思う。本編に入る前に、講演会で私の脳出血の闘病記を講演したんだ。脳出血闘病記の講演1と2と最終回の講演が動画あるからよろしくね。大筋で私の脳出血の闘病記が分かっていただけたよね。もしまだ見てないよという人がいれば先にご覧くださいね。今回は脳出血にかかって本店の回復期病院7闘病記か、家の電話番号をかけても通じないを話したいと思う。それではよろしく。本当にバカな公務員。12月9日水羽村市役所の人が来るので母に立ち会ってもらいました。何の用事があって来るのか分かりません。今度は高橋と女性前の人は別の2人でできました。また私では話にならないので母に羽村市役所の高橋が言いました。12月初め女房から離婚届を見せられたので私の分の保護費を市役所で止めてある。私の貯金通帳キャッシュカードを持ってきてくれと言ってきました。貯金通帳キャッシュカードは女房が預かっているので女房に聞いてくれと言いました。そうしたら女房に貯金通帳キャッシュカードを返してもらってくれと高橋。この羽村市役所の高橋は本当にバカだと思いました。いつも電話をかけても留守だから今のようになっているのに。そして羽村市役所の高橋はさらに母に言いました。息子さんは離婚をしたのでもう今度のマンションには帰れないですよ。高橋、なんでですか。母、息子さんの奥さんから離婚届を見せられたのであなたは絶対に今の家に帰れない。それに今の家賃では一人で住むのに高いです。高橋、今の家賃では一人で住むのに高い。もう一人で住むことになったわけ。じゃあ息子は退院したらどこに帰るのですか。母、お母さんのところで面倒を見ればよいじゃないですか。高橋、私母は75歳過ぎているので見られない。母、じゃあお兄さんに面倒を見てもらえばいかがですか。高橋、兄は家族もいるし第一岩手県に住んでいるのですよ。母、本当に羽村市役所の高橋は私をどうしたいのだ。今の家も息子の名義で引っ越ししたのに息子が出ていかなくちゃいけないのですか。普通は女房が出ていくのではないかと思うのですが。母、そうしたら羽村市役所の高橋は二の句が告げません。至極当たり前である。高橋は言うことがめちゃくちゃでこんな市役所で働いているとは考えられないくらいバカでした。そういえば病院を退院した後生活保護の担当の高橋に用事があり羽村市役所に行ったことがありました。高橋を呼んでもらおうしていると高橋は誰かと電話をしていました。ちょっとその話を聞いてみると何かのセールスマンと高橋は話をしているようです。高橋はいつものごとく上から目線でそのセールスマンのような人に話をしています。そのセールスマンは高橋のことをバカと思ったらしくかなりおちょくったみたいです。その後高橋は電話を切られ真っ赤になって怒っていました。平日の市役所でバカな高橋はバカにされて怒っていました。私が思った通りバカでした。55歳ぐらいの市役所の橋本と20代後半の高橋で本当にバカで最悪なコンビだと思います。2人は市役所の業務を逸脱していました。とにかく高橋は私の母75歳のおばあさんにコテンパンにやられたのです。私はちゃんと喋れないですが羽村市役所の高橋には二度と来るなとはっきりと言えました。とにかく全然わけのわからない話で私はすごく頭にきました。女房が携帯電話を持ってきました。12月12日父女房に電話したら珍しく出て日曜日に子供たちと貯金通帳キャッシュカードと携帯電話を渡しに来ると言っていました。この時女房は全く普通だったのでやはり羽村市役所の高橋の言うことは嘘だと思いました。それだけ女房を信じていましたし女房から離婚を一言も言われたこともないです。何より病院に来た時は屈託のない笑顔後から考えたらそう
を見せることもありました。女房と羽村市役所の高橋を比べれば女房を信じたくなりました。私の脳出血の病気がここまでじゃなかったら羽村市役所の高橋のことを信じたかもしれないです。しかし高橋の本当のバカが威張った態度を見れば女房の方を信じたくなりました。でもまた女房には裏切られました。もう一度電話して全部の貯金通帳とキャッシュカードを持ってくるように言いました。あまり金額は入ってないのですが当たり前です。親戚や不動産関係の人たち、友人知人の方たちからいただいたお見舞いの額は知っておきたかったからです。23日後、女房は私がリハビリに行っている隙に医療ソーシャルワーカーの T さんに携帯電話とキャッシュカードを渡していったのです。医療ソーシャルワーカーの T さんには風邪をひいているので移したら悪いですから3階に上がらずに1階で失礼します、主人の携帯電話とキャッシュカードを渡してくださいと言ったらしいのです。嘘が私や母だけじゃなく病院の職員などにまで嘘をつくようになったら大変だと思いました。そしてキャッシュカードを見たら持っている中で古くて56年以上も使ってないカードが2枚しかなかったのです。もちろん貯金通帳はありませんでした。携帯電話は家の電話番号、女房の姉の電話番号、女房の実家の番号などが全て消えていて、メールも一切のものが消えていました。あと私の通話記録も消えていました。これは私と一切の連絡を女房は拒否したのです。女房は私に知られるとまずい相手との電話やメールなどがあるので消したと思いました。女房は前の女房の名義の携帯電話をお金をちゃんと払わないため潰したのです。今まで入院から持ち歩いていた携帯は私の携帯電話であって、私がちゃんと話せないから女房に渡したものです。私の携帯電話の中身を消去するということは許せないことです。家に電話をすると私が持ってきた携帯電話と通帳、キャッシュカードの不備を伝えて、きちんとしたのを持ってきてくれと言おうと思いました。私の携帯電話でうちの電話に電話をすると、あなたのおかけになった電話番号は使われておりません。あれ？間違えたかな？もう一回電話をします。あなたのおかけになった電話は、おかしいな。もう一回電話をします。あなたのおかけになった電話、そうか、クソ、新しい住所や電話番号を教えなかったのはこういうことだったのか。すぐに女房は家の電話の番号を変えました。女房は重度の失語症で右半身麻痺の身体障害者の私を生ゴミに唾を吐きかけるようにして捨てたのです。さすがに次の日はヘロヘロになりがっくりしました。食事もリハビリもやめてベッドの中にいました。こんな理不尽なことがあっていいのか。私は自分を責めました。そして涙が出ました。何人もの看護婦さんなどが気にかけて声をかけてくれました。このままベッドにいても右半身麻痺が治るわけじゃない。夕飯の時には起き上がりました。大広間に行き皆に挨拶をして食事を食べ普通に戻りました。明日からはもっとリハビリも頑張ろう。がっくりしても右半身麻痺や口が話せるわけではない。あと女房が離婚を考えても私には今はどうしようもない。今できることリハビリを一生懸命やっていくしかなかったのです。この時に脳出血で倒れてから一度だけ泣きました。その後は一度も泣いていません。この経験が脳卒中で苦しんでる人やその家族に少しでも希望を与えられたらなと心から願ってるんだ。僕の話がみんなの心に少しでも届いて健康や希望の種になればそれほど嬉しいことはないよ。脳出血は本当に厳しい病気だよ。でもこの動画を通じて新しい可能性やどんな時でも希望を持ち続けることの大切さを伝えられたらと思ってる。次回の動画もみんなにとって価値ある情報を届けられるように頑張るから期待しててくれたら嬉しいな。ただ一つだけ忘れないでほしいのは、脳出血に関する効果は人それぞれだってこと。僕の体験が全ての人に当てはまるとは限らないからね。でも全てはポジティブに感謝しネガティブにならないこと。この闘病記を通じて絶望してた人たちが感動したり勇気づけられたりした例がたくさんあるんだ。脳出血についてもっと知りたいって人がいたらぜひ概要欄をチェックしてみてくれ。あとがんやリウマチなどの万病に効く日本人の 99% が知らないつる人参に関する動画もあるからそちらも見てみてね。この動画が良かったと思ったらぜひ高評価をお願いします。チャンネル登録と通知設定もしてくれたらもう本当にありがたい。心から感謝してるよ。それではまた次回会えるのを楽しみにしてるよ。バイバイ。